皆さんこんにちは、山下エギングマイスターの川上です。平日なのに皆さんありがとうございます。あとこのような場所を提供してくださいました釣り具店のスタッフの皆様ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん今日会社に内緒で来てしまった人いますか？写真とか大丈夫ですか？写真撮ってインスタグラムに出すんで、ちょっと顔を隠すとかしてもらう。No problem. Thank you. OK. 今日お伝えすることは、エギの色の選び方、基本的な色の選び方をお伝えします。あと、いろんなタイプのエギがあります。山下にはライブだったり K だったり、新たにこうサーチっていう商品も出たんで、その使い分け方もお伝えします。皆さん、この新製品のサーチってもう購入買ったっていう方はどのくらいいらっしゃいます？今日到着。OK、ぜひ使ってくださいね。はい、じゃあ参りましょう。はい、これ今 FTV でやっているスタイル J っていう番組なんですけど、見てる方ってどのくらいいらっしゃいます？YouTube で見たことある方ってどうぞ。 YouTube、 あ、ぜひ見てください。先月ポハンで撮影したものがおそらく今月放送になりますので、ぜひよろしくお願いします。皆さんにお聞きしたいんですけど、皆さんエギングを始めてどのくらいかなって聞きたいんですね。5年以内の方ってどのくらいいますか？多い、うん、5年以上ですね。ああ、長いですね。はい、9年ぐらい。ありがとうございます。うん、素晴らしい。なので、たくさんやってる人も、初めて5年以内の人も、分かりやすく、そのなんでいろいろカラーがあるのか。我々エギを作って40年以上経つんですけど、はい、その中で数少ないエギを作っているメーカーなので、我々はその部分をお伝えします。
로칼라를많이사용하시는분들이있는데이제카카미씨같은경우는지금100기간지40년이넘었다고그러니까40년간하면서이제자기도상황에맞춰서여러가지얘기를로테이션하면서사용하고있는데그방법을어떤거가있는지에대해서설명을해드리겠습니다はい、お願いします。はい、こちらです。はい、エギ。エギってすっごくいろんなカラーがあるんですね。エギの星までよく色がじカラーがですね。こういったあのピンクとかオレンジとか自然界の中では自然の中ではないカラーもたくさんあるんですよ。ピンクでこうオレンジでこう色がじカラーがでも、지금한국에도나오지않는カラーも있고、もう대부분大変なんだけど、色がじカラーです。で、わかりやすいのはこの背中の色。背中の色ですね。これがすごい分かりやすい。일단가장그기본적인거는요등의컬러입니다。すごいシンプルです。この背中の色っていうのは水の色に合わせてください。이거같은경우는이제물색에따라서이제주로이제등물색에따라서등의색깔을보고맞추면은가능합니다。水がこういった濁ってる時にはちょっと濁ってる。たまにこのエリアもそうですよね。水が濁りますよね。そういう時にはあのライトグリーンとかこういったピンクとかオレンジの明るい色を使っていただきたいんです。主로이제물이흐를경우에요즘같은경우는좀약간강비가많이와가지고물이흐리거나하는경우도있잖아요이럴때는이제이런라이트그린이라든가오렌지나핑크이런것들이좋습니다。他の色でも釣れますよ。濁ってる中で他の色使っても釣れますけど明るい色の方がエギも見やすくてついてきたアオリイカも見やすいんですね。でも、ボリフリアと、ボトム、ボトムで、다른エゲソード、ジャケット、ミャオリ、イチャスみたいな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 、水が澄んでる時、こういう水が透明な時ですね。水が澄んでる時っていうのは割とあの韓国でも人気ですね。AJ とか、それとは暗い色というのを使うようにしてください。이렇게이제물이맑은경우이면물이맑은경우에는이제아무래도이런내추럴계열같은이제이런정갱이컬러라든가아니면뭐고등어나뭐이런컬러도있고아니면이런이제이건이제크로시오모델이라는데이런이제좀더자연에자연에가까운패턴이나그런모델들이주로이제효과를보이는경우들이있습니다。これは基本的な選び方です。もう明るい色か暗い色か、これが基本的な分け方ですね。これが基本的な選び方です。エギ選択の方法です。ボリ降りたら、これ降りじゃなくて、おとんオピールのカラーとか、今のようなネチュラルカラーとか、いろんなことを選択し、非常に基本的な方法です。で、実はもっと細かく分ける方法があるんですけど、それは気になったら後ほど質問してください。僕に。で、次にお話しするのが今日一番大事なことです。一番大事なこと。で、다음으로얘기할때、カンカミ씨が생각하기에는가장중요한것중하나라고생각합니다。これですね。エギのこのボディ、下地です。これが一番大事なんです。で、가장중요한것을이제속지라고얘기합니다。で、このボディのカラーと、あの背中のカラーをどう合わせればいいのかっていうのが一番多分エギングで難しい、色選びで難しいところです。いいですか。どうやってこの下地を状況に合わせていくかっていうのをお伝えします。지금부터는일단등색깔은이제그런크게이제흐릴때랑흐리지않을때쓴다고얘기말씀드렸고이제속지를어떻게쓰는것이좋은지그런거에대해서이제지금은어떤상황에쓰면좋은지에대해서설명을해드리겠습니다。いいですか。これご参考にください。これ太陽です。太陽が昇って落ちるっていうイラストですね。이게이제태양이떴다가이제지는과정까지를나타내는표입니다。で、太陽の色って
昇るにつれて太陽の色変わっていきます。太陽が出るとしっかり変わる。朝は割と赤とかピンク色の太陽の光になりますね。でどんどん昇るにつれてオレンジ色になり、で昇ったら少し金色になり、で太陽が真上にあるときには白くて強い光になります。でこれをこの光の色にこの下地の色を合わせてください。イメージです。暗い時には暗いボディカラーを、で太陽が昇るにつれて下地の色をどん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 明るくしていくんですね。で太陽がまた沈んでいく、夜に近づくに従ってこのボディカラーの色もどんどん暗くしていく。だからあの夜のエギングではこのレッドボディとかパープルとかあと夜光とかがすごく効果が高いんですね。これじゃあ雨降ってる日はどうしたらいいんでしょうと思うんです。雨が降ってると割とあの暗くなる、海の中も暗くなる時間が少し早くなります。なので少しあの暗い色を早めに投げるようにしてください。でこの中でティップランやる人っています？ティップランエギング。ああ、ありがとうございます。このティップランのエギでこの赤とか紫が多いっていうのはそういうことなんです。深いとこ狙うんで暗いんですね、海の中が。昼間でも意味があるんです。でこの中であるこれレインボー、こういったやつです。すごい綺麗なカラーなんですけど、このレインボーのカラーなんですけど、これいつ使えばいいんでしょう？これ実はすごくいろんなカラー使ってるんですよ。シルバーとかレッドとかイエロー、ブルー、だからいろんな状況でこれ実はすごく使えるんです。僕も初めて行く海だったり、そうするとちょっとわからないことがあるんで困ったらこれ投げてます。はい、でこのあの後でなんでこの光の色にテープのボディの色を合わせなくちゃいけないかというのは後でお見せします。実際にお見せします。はい、大丈夫です。ここまで大丈夫ですか？OK、OK、感謝합니다。はい、続いてお伝えするのはこの K 村。あの皆さん K 村って知ってます？
うん、韓国でもすごい人気がある今ボディカラーですね。韓国에서는이제K 村カラーが사용하시는분들이좀많은것같아요。これ K 村カラーって何かというと、あの夜光ボディと違うのはこれ光らないんですよ。何もなければ光らないんですね。夜光이랑은다른점은夜光은이제자기스스로가이제빛을바라는건데이거같은경우는이제따라이제그러니까뭐랄까광원이없으면은광원이라도이제빛을내는곳이없으면은이게빛을바라지않습니다。これ実はあの光るのにあの紫外線が必要なんです。太陽の光が必要なんですよ。太陽이이제비춰야지만이케이무라가이제빛을바라는거예요。紫外線がある時間帯って天気は晴れでも曇りでも雨でもいいんですけど、太陽がある時間が一番これが効果が発揮しやすいんですね。K モラは、基本的に光が必要なので、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 太陽が밝을때、いろいろで、一番光が必要なので、効果が必要です。で、紫外線がなければこの状態なんですけど、クリア。ですけど、紫外線が当たればブルーに光るっていうのが K モラです。はい、なのでこの K 村のボディは昼間に使っていただきたい。で山下がその提案する K 村の中にこういろんな色に光る K 村ネオンブライトっていう素材があります。 K 村が一般基本的に파란색으로빛나는 K 村が있었는데이거같은경우는이제야마시타에서개발한네온브라이트라는새로운모델인데요이거는보시다시피이렇게세가지컬러로이제빛을바라게됩니다。근데この K 村っていろんな色にこう光るんですね。あの今まで青だけだったのがレッドとグリーンが追加になったんです。자이제또파란색인데이거보시다시피이제따라내일저희가새로개발한네온브라이트라는제품은빨간색으로도빛나고그리고연두색으로도초록색으로빛나고これですね。これ何もなから何もない状態だったらクリアですよね。自分が手に負えないクリアマスってのは金色だけ없습니다。クリアせっかくだけ없습니다。でも紫外線当てるとこういうふうに光ります。で、여기서이제빛을비추면은세가지색으로빛나게됩니다。で、このカラーもあのさっきの光の色とか周囲の状況に合わせてほしいんですね。で、그래서이제네온브라이트라는제품도마찬가지로이제이런물색에맞춰가지고사용하는것이개발되었고사용하는것이이제기본방법입니다。だから僕たちが私たちがエギングをする状況でこの水が澄んでる時濁ってる時とかあと夕方っていうこの3つのシチュエーションがあると思います。주로이제상황을이제세가지정도로나눠보시면돼요。이제그냥물이맑고이제빛이있을경우그리고아니면물이흐리거나이제아니면어두울경우그리고이같은경우는이제아침해가뜨거나저녁에해가질때이때이제빨갛게되는경우이렇게세가지가있습니다。この状況にこの発光色を合わせてほしいんですね。이런경우에이런이제발광색깔을맞춰가지고사용하시면좋습니다。はい。なので実際にそれをお見せします。今ですね、あのここにフィルターがあるんです。これブルーのフィルターで、これが澄んだ塩のイメージ。이상황을이제이런필터로한번보여줄건데요。요거는이제물이맑을때입니다。で、この緑のフィルターがあの水が濁った状態ですね。물이흐를경우에フィルターを가져가는것입니다。でこれがあの日の出とかあの日没の空が赤くなる時間帯をイメージした海です。海の、はい、色ですね。水の色です。青から行このさっきのボディカラーの中でも光に合わせろっていうのはその光が海に入るんでその周囲の状況に合わせてくださいねっていう同じ意味なんですね。はい、だボディの色を合わせることがどうして大事かっていうのをお見せします。これあの澄んだ塩の中だと多分、ネオンブライト発光させた時に多分一番ブルーが見やすいと思うんですね。要は
물이 막을 때는 보다시피 이제 이 세 가지 바디에 이제 태양이 비쳤을 때 보면은 이제 맑은 색깔이기 때문에 파란색이 가장 보이기 쉽습니다. はい。で、次に、あの濁った塩、緑の状況だと、グリーンが多分一番強く見えると思います。で、最後に赤ですね。太陽が赤くなる時間帯だと赤が一番強く見えると思います。なのでこれエギのボディカラーを周囲の状況に合わせると今皆さん見てるのと同じで、その合わせた色の方がはっきり見えますね。なので遠くまでその情報が届くっていうことなんですね。光とかそういったものが遠くまで届く、色を合わせると。これもちろんですよ、水が澄んでる状況でそのレッドボディとか使ってもアオリイカは釣れます。釣れます。私たちその山下が伝えたいのは、この色が一番目立つ状況をいつもご提案してるんです。その時に一番目立つカラーを使えば他の人よりも釣れる可能性が上がるんですね。はい。で、そして最後に夜光、夜光です。夜光は光をため込んで自分で光ります。ケイムラは自分では光らないです。反射するだけなんで。でこの夜光なんですけど、もちろん夜すごい効果的なんです。でも僕昼でも投げるんですね。昼でもよく投げます。で皆さんにお聞きしたいのがこの夜光なんですけど、水が澄んでる時と濁ってる時、どっちが効果があると思いますか？ね、これじゃあ澄んでる、水が澄んでる方が夜光ってよく目立つって思う方。すごい考えてますね。で濁ってる方がいいって思う方。素晴らしいです。これが水が澄んでる時の夜光の光です。あ、両方そうです。山下の夜光が2色あるんで、ブルーの夜光とグリーンの夜光。これが水が澄んでる時、はっきり見えますね。で濁ってるとどうなるかというと、
こうなります。흐려질때야광의무수를들어오는이렇게번져서보이게됩니다。大きくなるんですね、光が。だから遠くのアオリイカにも見つけてもらいやすくなるんです。なので皆さん正解です。あの濁ってる状況の方が夜光っていうのはすごく目立つ、アピールが高いんですね。正解した皆さんには後ほどプレゼントがございます。正解した皆さんにはこちらから皆さんにプレゼントが、はい、あります。正解ですか？正解、オッケー。皆さん濁ってるって言って、はい、オッケーだったんで皆様に、はい、ギフトがあります。はい、ありがとうございます。おで、このエギなんですけど、山下、このエギオ K、あとエギオライブ、エギオサーチ、新たにこのサーチが加わることで3タイプ、今エギオシリーズにあります。はい、でこのラトルモデルなのがこのエギオサーチですね。でこのエギって音も鳴るし、あとで機能を説明しますけど、すごく目立つ要素がいっぱい入ってるんですね。特にこの夏から秋にかけてすごく活躍するんですけど、一番最初に投げるモデルです。すごく目立つんで、遠くからイカを呼ぶ力が強いんですね。すごく呼んでくれるエギなんです。でその次に秋よく使うのがこのエギオライブですね。ライブ、はい、エギオライブはこれアクションが一番大きいんです。エギオモデルの中でどんなアクションにもすごくクイックに反応してくれる、これが一番エギらしいエギですね。エギオライブです。これがおそらく韓国で今一番人気があるモデルだと思うんですけど、エギオ K ですね。エギオ K ってここにフィンがあるんです。でこれがあることで、そのイカが抱きつくとき、エギが落ちるときがすごく安定してるんですね。アクションはライブの方が大きくて素早いです。アクション같은경우는ライブが크기때문에이런저런큰움직임이필요하면서어필이필요할때는ライブを씁니다。エギオ K アクションは小さいですけど、落ちる時の姿勢がすごく安定しているので割とヒットさせやすい。これこのサーチとかエギオライブで例えば何倍か釣った後にその場所って釣れにくくなるんです。で最後にやっぱり K を入れるとその場所で釣れる引き数がたくさん伸びていく、たくさん釣れるようになるんですね。
同じエギでもいいんですよ。同じエギをずっと使ってもいいんですけど、何匹か釣ると絶対に反応が良くなくなるんです。同じエギをずっと見せてると。なのでそのタイプを変えるっていうのは非常にエギングの中でも大事なことです。で最後にこのエギオサーチについてちょっと説明させていただきます。多分今週にお店に届くんですかね。はい、新製品のエギオサーチです。これがあのエギオシリーズの中で一番目立つ、あのアピール力が高いエギです。で一番の機能はこのここにあのフィンがついてるんですね。これさっきのエギオ系のこのフィンは安定させるためのフィンですけど、ストロボフィンはここに水圧当ててこうロールするように設計されてます。ロールすることでやっぱすごい光るんですね。通常のエギって少しこうボディって丸く作ってるんですけど、カーブしてるんですね。エギをサーチってこのちょっとフラットにしてるんですよ、サイドを。だからストロボフィンでこう平を打ったときにすごく大きな光が遠くまで届くように設計してるんですね。でこう平打つ、ロールするようになれば音も良くなるんですね。でこの音もあの大学と一緒に研究機関と作って、イカが一番こう感じやすい音になるようにあのいろんな素材試しました。それとあと先ほど言ったネオンブライト、山下のテクノロジーが全部入ってるエギなんですね、これ。で沈下速度、落ちる速度もちょっとだけ速いんです。ちょこも速い、ちょっとだけ速い。
탐색하고 없으면 옮기고 없으면 다른 하고 하기 위해서 다른 모델들보다 약간 플리스도 더 빠릅니다. 特にこの時期いろんな場所を打って、あのいろんな場所をキャストしてって、一日の中で投げるキャストが多い方がやっぱ釣れるんですね。だからこのちょっと早く沈むというのは、あのすごくアドバンテージがあるエギです、今の季節は特に。빨리 빨리 이동하면서 여러 번 캐스팅하고 없으면 이동하고 하기 때문에 그럴 때에 대비해서 이제 이런 서치 모델을 사용하는 것이 굉장히 좋습니다. 네, 이거가 전식なんですけど 今週このお店にも届きますか? 2.5 だけ 2.5だけ 2.5 特に使いやすいと思います。 이게 이제 방금 설명드린 이제 그런 뭐 사실 개별적인 뭐 기능에 대해서 모두 기억에 하시는 건 사실은 너무 많은 것 같지만은, 어필력의 가장 좋은 모델이라는 것을 기억해 주시고, 이 모델이 아마 이번 주쯤에 아마 전국에 이제 판매가 되기 시작할 겁니다. 実際このラトルのモデルって釣れるんですか? って質問すごく多いんですよ。日本でも海外でも。 이제 할 예정이니까 이렇게 발매할 예정이기 때문에 관심을 가져주겠지만, 일단은 낚시하시는 분들 중에는 이제 레틀이 있으면은 오징어가 오히려 안 오지 않냐? 그런 질문을 하시는 분들도 많아요. 일본에서도 그런 질문을 하시는 분이 많아요. 음.でも実際釣れないと僕たち発売しないんで釣れます。で得意な状況っていうのもあるので、音が得意な状況ってあるので、ぜひあの後ほど皆さんから質問をお受けしますので、気になった部分聞いてください。 근데 뭐 그런 얘기를 들으면은 이제 카카미 씨가 본인이 직접 이 제품 개발에 참여를 하거든요. 참여하는데 만약에 자기 안 닦기만은 출시하지 않습니다. 뭐 그거는 사실은 소비자에 대한 기반일 수도 있고, 그리고 자기 스스로를 속이는 거니까 그런 거는 이제 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 카카미 씨는 이 레틀이 있는 제품, 물론 레틀 때문에 애들이 너무 예민한 경우에는 레틀이 있는 것들이 잡히지 않는 경우도 있습니다. 근데 기본적으로는 이 제품군이 그러니까 다른 여타 제품들에 비해서 좋은 상황이 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 활성도가 좋은 오징어 같을 때 그럴 때 한번 사용해 보시는 것이 좋습니다. 네. では最後にですね、あのこの皆さん韓国でもすごくあのファンが多いエギオ K なんですけど、これが今月、今全部出ました。あ、出ました。ここにもある。ここにはあんまない。ない。あの人気のエギオ K に、これ日本で売ってないんですよ。あのその世界でいろんなエリアで試してきて、一番オリカが好きなその色っていうものを抜粋して3色作ってます。リンゴ같은경우에는이것도 A형 K 모델、이것도이번에새로나온모델중에하나입니다。하나인데이제워낙모델이많이나와서좀헷갈릴수있지만은이거같은경우에는이제그글로벌전형인데일본에서는구할수없는제품인데그이유는이제여러가지포인트를잡았을때어떤베이트 PC 가맞냐에따라서그걸맞춰서카라를쓰는것이좋다고생각하기때문에이런거를준비하는데이제한국같은경우에는이제고등어가포인트마다맞기도하고그리고새우도좀인지편이죠그래서그런것들을그포인트를보고이제돌아가서이제개발한제품입니다この夜に強いあの赤いシュリンプ、赤いエビとあとナチュラルなエビ、そしてもうこれはもう韓国でもすごい人気ですよね。고등어、고등어すごくあの小さなサバってアオリイカも好きなので。非常にこう有効なベイトです。で、イゴ같은경우에는이제새우종류같은경우는워낙이제우리나라에도뭐골고루이게서해안도그렇고남해안도골고루있기때문에새우도이제많이좋아하기때문에이런빨간색새우그리고또내추럴컬러에가까운내추럴새우그리고이제고등어가고등어이렇게조그만베이트피시를먹고있는이제무늬오징어도있거든요그래서그런거를생각해서만든그런컬러입니다で、ただこれだけじゃないです。これももちろんネオンブライト入れてます。はい。今日皆さんが覚えたネオンブライトとこのボディカラー、どういう時に入れたら一番効果的かっていうのは今日皆さん、はい、しっかりあの覚えていただいたと思うんで、これからの皆さん、このグローバルカラーもそうですけど、色に困ったらその状況で選んでみてください。
중간쯤 얘기했던 네온브라이트에 관련된데요. 물이 맑을 때는 파란색, 그리고 물이 흐릴 때는 초록색, 그리고 이제 그 바다의 색깔이 이제 태양빛 때문에 빨갛게 될 때는 빨간색을 쓰기 때문에 그런 상황에 맞춰서 데이트 PC를 함께 만들었고, 그다음에 네온브라이트 때문에 아까 얘기했던 것들을 생각해 보시고 이런 것들을 이제 그때 상황에 맞춰서 사용해 보시면 효과가 좋을 것 같습니다. はい。また山下YouTube チャンネルこれからもたくさん動画を出させていただきます。はい、どうぞ。はい、お待ちかねで山下マリアグローバル YouTube チャンネルですよ。そう、여기에가보시면은이제아까말씀드렸던설명에대한것들이나와있기도하고요。그외에도다른날씨하시는분들도있잖아요。그래서그런날씨도가셔가지고보시면은좋습니다。はい。ありがとうございます。私も韓国に2006年ぐらいからずっとお世話になってます。本当にこれですね、本当に昔からこれ違うか昔からお世話になってて、だから2006年からなんで、あ、違った、違います、あにすごく韓国に思い入れがあります。もう本当にプサンもそうですし、チェジュ島から始まってプサンとかポハン、あとあそこも行きましたね、フポとかいろんなところ、ウルサン、ウルチンにも行かさせていただいて、エギングを皆さんに広めていく中で、今これだけの人が楽しんでいただいているということにすごく幸せを感じています。なので年齢は聞かないでいただきたいんですけど、年齢の話は聞かないでほしいんですけど、非常にまた若い時からお世話になっている韓国に戻ってこれて非常に嬉しいです。はい、これからもたくさん韓国でエギングの楽しさとか新しいテクニックをお伝えできればまたいいかなと思ってます。なので今後ともまたよろしくお願いします。지금까지이제올해말도제주도에서한번하고그다음에지난주에이제동해갔었고오늘같은경우에는아마부산쪽에가서주고아마에깅을할것같습니다。지금올해도이제부산한국에와서여러군데서에깅을할수있어서굉장히좋고앞으로도이제새로운테크닉이라든가아니면은새로운정보가있으면은그런것들을알려드리기위해서매우 좋을거라고생각합니다。はい、ありがとうございました。네、何か質問があれば、何でも言っていただければ。일단지금까지의이제설명을끝났고아무래도내용들이좀광범위하고다양한내용들이많다보니까궁금하신점이나이해가되지않는것들이있을수있는데혹시질문있으시면은이제바로이제할기회가있으니까질문을한번있으시면네기회있으시면지금2005호가출시되고있고3호는가을에나온다고맞습니다。3호는아마추석지나고예3.5호가오는이유가따로있는데3.5호는아마11월이나아니면내년도에그게제가이렇게전체적으로좀이해하는내용이이제서치같은경우에는넓은포인트를빠르게탈색해서꽃을놓은뒤에네그가을이제이기로테이션으로이렇게해서이런걸가을을보는거같아요。그약간소모히토노시점과애기원서치와그야바야바의버티력도가탁월했으니까또토이그냥키로프때토이마대약간아르이를약간삭한그냥이까그약간이뭐라때국가모애기를지내는것도됐을까애기원서치를지내는것도됐을까애기원애기원서치노가요세를힘이強い그서치って言葉はその場を素早く探るっていう意味が込められてるんですね。例えばもういい時間って
すごくよく釣れる時間って僕30分ないと思ってるんですよ、潮が動いてる時間。その中でいろんな場所を打つには投げる回数を減らしていろんな場所を打っていった方が回数増えるんですね。一箇所で何ともすることで使うべきではないです。もう足でバーっていくときに特に使っていただきたいんです。낚시 중에서 히트를 시켰던 건 전부 야광이 안 되는 모델이었거든요. 근데 아까 이제 그 야광 모델이 이제 야간에 이제 어필이 잘 돼서 잘 못 뛴다고 했는데 네. 그게 무조건 그런 거지. 아, 네. 그 소외도 심어와 그 대체 약간 소외도와 그 약한 그러니까 여름 애인과 손난이 타깝고 이게 요크 이거 요크 신나이 됐을 때 뭐 대체 약간 그 히루 시간에 심었어요. いいご質問ありがとうございます。今お伝えした中で夜に使える夜にまあ 使おうかなと僕が思っているレギって大体このこういう下地なんですね。大体そうですね。僕が考えるのは夜この5タイプの下地です。夜光もそうですけど、夜光だけじゃないですよ僕投げるの。赤も投げますし、あとピンクも投げます。で月が出てればゴールドも投げます。あと曇ってる時とか、あと新月、ニュームーンで月がない時はこういった紫のものすごい暗い色投げますね。もし夜に釣りに行かれて夜光が反応悪かった、そしたらどんどん持っているカラーの他の色を試してみてください。きっと釣れるカラーがあるはず。감사합니다. 마지막 질문. 네. 그 이번에 나오는 신형 레온브라이트. 네. 그 빨리빨리 이렇게 탐색하고 지나간다고 말씀하셨는데. 네. 저 같은 경우는 이제 애기 구멍을 뚫어서 뭐 침가속도를 맞춘다든지 아니면 프로틴 마스크를 씌운다든지 하는데 네. 혹시 거기에도 쓸 수도 있는지 써도 괜찮은지. 아, 써도 된다는 게 그러니까 싱커를 끼우거나 해도 괜찮은지. 네. 아, 구멍을 뚫어도 되는지. 네. 그 아, 이게 약간 애기 옷처치스. 네. 営業措置もレオンブライトがありますけど、この人はなんかすご
少しかもっと調べることが好きですから、うん、だからなんかで進化でなんかホールを、うん、ホールを作ってなんかで重くないに、あ、そういうことはできますけど、これあの他のエギってホールが空いてるんですよね。あの、ね、スローチューンしやすいように。だからエギをサーチってさっきあのご説明しましたけど、フラッシングを高めたいんで、シンカーもめちゃめちゃ磨いてるんですよ。だからできます、できますけど。配数ですよ。취재맞지않습니까취재맞지않다고하는데조금효과를약간熱いんですよ。だから手をこうやんないように気をつけてください。危ないですか？僕だったら最初にすごい細いあの細いドリルかバイスで傷をつけて、でドリルがずれないように開けていきます。방식으로하는게맞다고얘기를하지만일단은기본이제목적으로는이제약간어필력을이제많이움직이면서어필을하기위해서인데홀을뚫거나하면은이제아무래도그런움직임에서그런변동이생기면서그런효과가약간떨어지지않을까싶긴한데뭐좀문제되는건아니에요만나까니타분1코하나아けたらそれを広げていく方が、あの、やりやすいと思います。일단또안에또그런싱커같은경우도요같은기본적구멍이있지만은구멍이없기때문에뚫기가또쉽지않기도하고그래서일단은계속하실거면은이제아기가이제너무파손되지않도록주의해서하시면좋겠다고얘기합니다。今意見いただいたんでシャローモデルも提案します。会社に会社に言います。네그래서일단은저도안그래도이게너무그측면속도가빠르지않나라고생각을하고있었거든요。그래서이제얘기하니까그거는자기회사에돌아와가지고일단요거를좀더쉘로우인모델을만들수없겠느냐그런것도한번얘기해보고가겠다。다음에이제저같은경우에는신제품들한테그냥구형물들모델을많이쓰는데、네、낮에도야광이되는것만쓰고、네、밤에도쓰는데밤에썼을때이제애기를갖다가집어등이라든가가로등이라든가직접발광을해가지고、네、쓰는게더효과적인지남들하면좀어눌하게있잖아요。던졌다가、네、그빛에그냥자연직접그냥빼고、네네、그렇게하는게더좋은건지포인트와나이타이뭐휴일도요로전부약간야쿠가스킬스가요거직가때ますけど、그나이타이야쿠와호카노라이트가약간그라이트몰아나갔다라그아주히카나나이ですので、だから약간나이타이포인트와뭐그例えばもう英語ですけど、文からなんかもらうことがいいですか、ああ、そう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 、わかりますか、この質問絶対にいただけると信じてました。ありがとうございます。で、自分も、非常に毎度の質問で、本人と英語以外でテストで一応反応したわ。これあのハンチとか、ハンチとかカルチナクシはいつも光らした方が釣れます。한치랑같이낚시를해보면확실히이축방을시키는게확실히낚시가잘된다고근데아오리이카와いつも光らせると実はあまり良くない。이제그무늬오징어같은경우에는좀더그런오징어들에대해서는오징어나갈치에대비해서는좀더이제그내가뭐라할까요민감하다할까요그렇기때문에항상밝게빛나는것이항상좋지는않다고저도이제비춰서실험하는걸좋아하다보니까、네、비춰서하면은애들이달려오면서왔을때달앞에서는뭐더멀어지더라고요。1m 멀어진거랑、네、은은하게그냥직접적으로안비추고、네、한거는더가깝게달려들더라고요。저는또뭐약간実際に약간그라이트니테마에야를것도야를야를그냥야때찌를時そのけ前から来ますけど遠いまで来て、行きますけど、なんかこうネチュラルになんかやったことはもっと別れることとか、そうですそうです。近いまで来ることが多いなと。はい。だから僕も夜光を使うときはあんまり光らせないです。あの月の光とか、あと堤防パンパジェの
光で十分なので。で、그래서그다카미씨의의견도동일하다생각해서본인도테스트해봤을때이게막빛이엄청비쳤을때는오히려이제너무빛너무밝으니까애들이경계심을가지는건지약간좀이게반응이좋지않은데그래서다카미씨도하면은내광을쓸때는막이렇게빛을축광해서쓴다기보다는그냥아까말씀드린좀자연스러운이제은은한빛에그빛을의빛에따라서이제그냥테스팅하고잡는게오히려더효과가좋다고僕が唯一このアオリイカのエギングで光らせるタイミングが1回だけあるんです。あの釣れない時、夜光投げてて釣れない時に最後夜光から他の色にチェンジする前に1回だけ強烈に光らせます。そうすると見え方は変わるんで、それで試して釣れなかったら他の色に行きます。1回だけ強烈に光らせてやめます。大丈夫ですか？あ、で、自分だ、だから。で、あ、そうなんで、文分に関連の、文分に関連の、文分に関連で、オジンゴが、文学とか、一つの人を、ちょっと考えてるんで、これであれば、オジンゴ、スタンガーなんで、あの、最後まで、ちょっと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 、ちょそれとテンサティ。塩分濃度、はい、塩分濃度を、はいはい、難しいですか、うん、塩分濃度のあれで効果が変わるってことですか？効果がだから変わりますけど、はい、濃度がなんか強い時と弱い時、うん、どっちがなんかもう活性とか、うん、もうどっちがもういいですかとか、うん、もうその時どんな演技使うことがいいですか、うん、最近韓国は雨がいっぱい降ってます、はい、塩分濃度が下がりますね。だから、うん、その時期はどううん、はい、塩分濃度が高い方が安定して釣れます。塩分濃度が欲しいけど釣る量が安定的に泣ける量で高い。僕たちがエギング行くときに見るのが海水温、海の水温とあとその水温の安定している具合と塩分濃度なんですね。例えばあの塩分濃度が薄い時っていうのは比較的やっぱ雨が多い。日本でも6月の梅雨とか秋の雨が長い時期が多いので、実際に海に行くと結構濁ってることが多いです。なので濁りに強いカラーを使うっていうのと、塩分濃度が下がった状況ってアオリイカがあんまりこう積極的にエギを追わない、ちょっとあのストレスというか活性が低い状態が多いので、ゆっくりこのこういった色でさらにゆっくり沈むエギ、シャロータイプとか少しエギのサイズを小さくするとかしてなんとか
あの手使ってくれるようにしてます。あまりと4分の1はトラチがね오징어들도네저도최근에이제어디뭔가가나가서자꾸돌아오는길에이제이분도나가시니까애가죽은줄알았어요그렇기때문에이분도나가시면은아무래도이제아무렇게무늬오징어한테는이제좋은조건이아니다보니까그런경우에는애들이이제굉장히그경계심도높아지고그다음에되게민감해져가지고막좀처럼달라들지않는다고그때문에이런경우는이제쉘로우타입같은경우는천천히떨어지기때문에좀더움직임이이제뭐랄까강하지않기때문에얘네들이천천히왔을때이제잡을가능성이높기도하고그다음에그어떤단어가그쉘로우타입だったり사이즈를小さくしたり사이즈도좀더작은사이즈큰사이즈는아무래도경계심이커서잘못오는경우도있으니까첼로우에그첼로우를쓰거나아니면작은사이즈쓰거나그런것들이이제그런전분분도가나을때좀더효과를발휘한다고얘기합니다지금답변이충분히됐을까요네감사합니다감사합니다지금다른질문은있으실까요네大丈夫はい아大丈夫ですか写真撮っても問題ないですか아네그럼이제여기까지이제질문은이제끝났고요네지금까지일단은강습회에같이참여해주셔서감사합니다감사합니다